はいはい、ハローハロー、沙織です。イエイイエイイエイ、待ってください、イエイイエイイエイ。ということで、今日のテーマは、離れたあの人があなたに、あの人のあなたに対する後悔。皆さん大好きなテーマじゃないでしょうか。未練がある人は、もしくは、まあ未練がある人でしょう、後悔。でもこのリーディング、あの後悔してないという結果も出る可能性もあるので、心して見ていただきたいです。あのもう人生にはあなただけいればいいみたいな、そういうようなことはほぼないです。あ、こんな私のリーディングでは。だって怖くない、そんな男。俺の人生に君さえいればそれでいいんだみたいな、マジでほんまに美味しいもん食べたくないのってならないですか。もっとなんか仕事でなんかしたいとか夢ないんとかってなるじゃない。だからそういうね、あの非現実的な、こうやっぱ現実、リアルを直視するって大事だからさ、そういう非現実的なところにさ持っていかれててもさ、今それであなたは幸せですかっていうことになるんだけど、まあそういう非現実的なさ、もう絶対にありえない、今世起きないようなことをね聞いて浸る人が多いというのが現実です。綺麗事で癒されてる人たちがたくさん多い、残念だなと思って。まあでもいいです、その人次第なので。ということで、まあ私の視聴者はそういうのやめてねっていう感じで、一つ前の動画、あの視聴維持率っていうのが出るんだけど、あ、 YouTube 知ってる人は知ってると思うけど、めっちゃ長かった。あの長いのよ、何時間も。全部を見る人ってすごい少なくて、それならば、なぜならばなんかこう行き急いでるというか、もうとにかくもう、まあ、錯乱状態じゃない、こういろんなリーディングを見続けてる人って、このこれこれ見て、気持ち聞いて、これも見たいこれも見たいって関連でずっと上がってくるやん。あれを見続けてる人ってもう錯乱してるから、自分のいいことを言ってくれたら見ようか、出だし違うかったら、あ違う、なんか状況違うわと思ったら違うのを見てみたいな、もう絶対にこう当たってますって言いたい、当たってるものを見つけたい錯乱状態の人が多いから、あの結構長く見るって少ないのよ、リーディングサーフィンしてる視聴者って。まあジャンルリーディングじゃない、 YouTube の中で、あの視聴維持率がすごい長かったです。多分あの自分が選んだ選択肢ほぼ見てる人、ほぼ見てるんじゃないかな的な、まあ、いい傾向でございました。ありがとうございます。ということで、さあ洗濯久しぶりにこれオープンするかな、まあしよう。別れた離れたあの人の後悔です。あなたに対する後悔してないっていうこともあるよ。いや、いいことばっかりじゃないもん。だってさ、自分のさ元彼を考えてみて、クズを経験してきた人はクズと付き合うんじゃなかったっていう後悔があるでしょ。だからいいことばっかりこう言ってもらえると思ってるのが、ちょっと恋愛初めてバージンですかってなります、私は。はい、ではえい、あのあえて書いてる言葉は言わないけど、これはあの大天使ラファエルです。 B、 ラファエル先生よく出るよね選択で。 CC でもって、多分もうすでに選んだ人には申し訳ないけど、ちょっとこう色合いがね好きじゃないから変えていいかな、変えます。ちょっとあの私のテンションが上がらない、このなんかラファエル先生もあのあんま美しくないのよ。あ、よかった変えて。はい、 CC 変更あり。だって私のリーディングやから、私の好きにしたいやんか。はい、では A からいきます。タイムスタンプ用 A ということで、ケルト十字を、現状が気になるでしょ、現状今あの人何してるのかなって、まあ、SNS を見たら分かる人もいるかもしれないけども、 SNS をやってない人もいるし、大体 SNS って全てのことが分からんてっていうのは当たり前でしょ。この前なんか、この前つい最近、久しぶりの友達がなんかあの連絡してきて、最近何してんのって言ってたけど、めっちゃ見てんのよ私の SNS、 あのインスタ
インスタもノートも何してんのってそれ分からんわなと思って、何してるか分からんよなっていう。だから SNS だけ見てね、なんかそれが全てと思うのはマジやめた方がいいと思うよ。すごい SNS 依存の傾向って本当良くないよね、それが全てと思うのって。あなたから見てね、キラ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 輝いてるように見える人、実際キラキラ輝いてる人もいるかもしれません。それは SNS 上だけで、リアルはそうでもないかもしれないし、まあまあ、まあそういうことです。では、現状ね、ケルトできるって言ってね、私。何してるのでしょうか、あなたと。あなた、離れていったあの人の、離れていった離れたあの人の、まあ、Now。Now 潜在意識にタワーが出てるけど大丈夫そう。でここ1個もらおうか。はいさ、ダイヤルカードめっちゃ多いやん。ダイヤルカードがめっちゃ多いです。1、2、3、4枚。過去現状見るわって言って過去とかって言ってるけど、まあ過去ひよった、なんかひよってるよ、ひよってる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 。で現状あのもう潜在意識にタワーが出てるから、まあなんかもう隠しきれない移り がっていう感じじゃないの。あちなみに、あまたこれオープニングで言えばよかった、やっぱり香りが一番記憶すんねんなと思って。香りってあの経験ない、久しぶりに元カレに会った時にわー久しぶりって言って、最初はこうビジュアル見るじゃない、人は中身が大事とかって言うけど、ビジュアル見るや、久しぶりに会ったら、え、痩せたんちゃうとか、相変わらずおしゃれなとか、その服かわいいとかってなるじゃない。で、その間も香ってるやん。懐かしい香りってならへん、言われへん。だからね、大事なんですよ。無臭の人って、懐かしさとか、こう、記憶、だから人の記憶に残ってないのよ。人の記憶にね。なんか香りってすごい大事よね。なんか別れても私を忘れないでいてください、テレサテンみたいなさ、ノリの人って絶対香水必要だよ。でこの人は顕在意識がタワーなんだって。でも顕在意識がタワーということは顕在意識やねん。で何言うてるかって、これさ、これがなんかもう一発でさ通じ合える人が世の中に増えたら平和なのになと思う。整ってないというか、多分なんかマインドが変わる時だよ。なう。だけどこのワンドの演出がリバースしてるのと、このね、吊るされた男でね、こう自分の思考で必死になんかあの、なんつうか理性を保とうとしている、正しくあろう、みたいな変わることを自分に制限している感じでございますよ、今。なう。価値観って変わっていくものやから、性格はもう変わらん。相変わらずやなって久しぶりに会った友達に思うし言われるでしょ。だけど価値観って変わるじゃない。価値観が変わっていかない人って、まあ何の経験もしてないか、多分20年家から出てない、人と接触してないとか、あともう自分が正しいと思って生きてるか、まあだから今やねんっていう感じ。価値観が変わってきても今やねんやしな。全部どっちにしてもそうやねんけど、なんか自分の価値観、なんつうんかな、自分を本当になん、なんていうかな、本当正しくあろうみたいな、なんかすごい制限の中で生きておりますけども、多分変わらなきゃいけないっていうのは分かってると思う。めちゃくちゃ抵抗してるけどね、この人。で、仕事。先生がリバース。先生のリバースです。仕事これうまくいってないね。うまくいってないです。そして恋愛面を見ました。あー、ごめん。オープニングで私言わなあかんことあった。あの、私、いつやか見たのか、私、視聴者層は分かってんねんな。35から45が最も多いです。で、次が45から、その後が多くって、
次25から35が多いんだけど、男性の視聴者って私 1% ぐらいやったんよ。いつ見たか忘れたけど、今男性の視聴者 20% なの、このチャンネル。これってすごいことで、なので見ている男性の方、これ全部置き換えてください。あの、この男がとか、このクソがとかさ、私が言うやん、このクズがとか、あ、それ全部、あの、あなたの元カノとか、あなたが好きな人に置き換えてくださいね。因果応報も同様です。で、不倫の場合も同様です。です、ということです。で、不倫はもう自分で当てはめてください。あの、見ている男性の方、あなたも不倫してたんじゃないでしょうか、という、という、はい。恋愛する気にはなってないよ。なんかこの人多分あの今恋愛も何もしてないよ。なんかそれどころじゃないっていう感じじゃないですか。ね、以上。現在、仕事もうまくいってない。まあこういう状況、うんと、自分、運気の流れとか運命の流れに逆らってる人って全部が止まるからね。停止。停止、大作界のど真ん中停止じゃないでしょうかぐらいな停止をすんねんな。いや、大作界は停止でいいねん、別に。停止がその流れやから、人生の停止してんねん。とにかく、そして、はい、あなたへの後悔。まず一発ルノルマンカードを登場させましょう。これルノルマンたくさん出すとあの混乱するので、私がね、何が出たって、無知なんだけど、このルノルマンカード喧嘩してるやろ。喧嘩が多かったんじゃないでしょうかね、ここは。もしくはあの、俺の言うことを聞け、私の言うことを聞いてよとか、お互い聞かなかったとか、対話というものができてなかったんじゃないの。綺麗にワールドがリバースして飛んできたわ。さあ、後悔を教えてください。これワンダのナイト、こっち、そうだよな、ワンダのナイトリバースだって。です、後悔でです。このですは、もうこの手前の人はものすごく美しいんです。でも後ろにいる人もこれ、こんなキモい感じで、あの、映らんかったら綺麗なのに。です、後悔がですだって。あ、ワンダのさん、これさ、この人の恋愛の現状と同じよ。美しい、もう後ろ姿も美しい、ドレスも美しい、もうたまらない。私もこのタロットカード本当に美しい、大好き。だって赤色出てこへんもん、アスファルト色、コンクリート色みたいな、アースカラーも出てこないじゃない。もうめっちゃ好き。あ、私が赤色、墓石色とか、あの、アスカラーが嫌いな件については、あの概要欄のノートから飛んでください。もう絶対に破壊指数つける女、マジで要注意。しかもあの、ドヤみたいな、もう決まったぐらいので来てるのは特によ、特にです。なんならもうその何て言うかな、今決めばみたいな時に破壊指数来てる人が要注意。カップ10、後悔でカップ10、はい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 、こっから補足をもらっていくんだけど、私昨日思いついたのに、補足という言葉はなんかさ、固くないと思って、なんか補足に変わるね、新しい言葉を思いついたけど忘れたわ。そういうもんです。美しい、どうしましょう。真っ赤大好き。もうね、黒と赤ってほんと美しいのよ。
あ、ちなみにハーミットです、リバースです。このですですですにも補足欲しいな。エンプレスリバース。ちなみにこのエンプレスの緑のドレス見て もうめっちゃ美しい、もうめっちゃ美しい。めっちゃダイヤルカナで言うやん。カップの10補足。あ、ワンドのエース、ワンドのエース、この人現状でもリバース、現状リバースで出してきてんねんな。しかもあの健在意識というか現実、現実的な問題で、ワンドのエース熱量なし、熱量なし、生命力枯渇していますっていう感じだな。まあまあ、そうそうでしょう。さあ、ワンダのさんのリバースにも、はい、すごいな、やっぱジャンピングは取るべきでした。しかしながらワンダのさんのリバースの補足で出たかったんじゃないんでしょうか。私があれ直したってことは、ワールドリバース、リバース、発音が違って、リバース、どっちでもいいね。どっちでもいい。リバース、リバース、リバースはリバースやから。あなたへの後悔ね、これね。これね、難しい出し方を言ってくんねん。言ってくんねんけど、あの、まず、全体的なこととして、ひよった。以上。いつも通りに勇気が出せない人じゃなかったですか、この人は。なの、いつも通りに勇気が出せず、傷つくことから恐れる、恐れるっていう、もうなんか、サオリワードみたいな、これ、これ、一文やから。セット。いつも通りに勇気が出せず、傷つくことから恐れてっていうのを、いつも通りにじゃないの。いつも通りに。私のノートを読む人は、最初のノートも書いてるじゃない、あの、AC の原因っていう、AC、未だに AC で居続ける一つの原因。で、AC を抜けるための、もう、名作みたいなノートをあげてんねんけど、あの、冒頭にいつも通りにって書いてるけど、あれは読み方はいつも通りにだから。いつも通りに勇気が出せない人だったんじゃない？傷つくことから恐れて。でもそれって、傷つくことから恐れて、いつも通りに勇気が出せない人って、結果自分を傷つけてるからね。ほんで傷つくことが怖い怖い怖いって、傷つけてんねんから自分がそのために。怖い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 ってなるのは、それはそう、そうでしょう。そこどっかで抜けないとね。傷つくことへのなんかもう、こう、恐れという幻想を抱きすぎねん。別に死なへんやんって思うねん、私。でもって、あの、無条件の愛って、あの、傷つくことから恐れていたら、無条件の愛なんて、無条件で誰かを愛するとか誰かに愛されるとか死んでもないですよ。絶対にないからね。骨になったところでないからね。墓石にログインしたってないからね。ないよ。無条件に愛するっていうことは傷つくことだって大いにあります。ただその傷つけられ方が、傷つけてきたバカ野郎がおかしい場合は、ディスりましょうっていうことです。愛のためなら傷つくことを厭わないというね、その愛にかける情熱大事よね。私は別に愛するためなら、愛のためなら傷つくことは厭いません。全然全然で、はい、いつも通りに勇気が出せなかったんです、この人は。放送事故じゃない、放送事故じゃなくて、この人は後悔ばっかりやもん。だってちょっと一枚これももらいます。ロマンスエンジェル先生、はい、はい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 、でしょうね。よう分かってるやん、自分のこと。なんか積んでてもこれいずれ抜けれますよ。依存、はい、依存。あのね、いつも通りに勇気が出せない人って絶対に依存してんのよ。依存してんねん、マジで。共依存、共依存の可能性も高かったですね。あなたも依存心が強いんじゃないでしょうか。依存をやめたければ私思うけど、マジで推しを作って、
まあ、YouTuber でも誰でもいいし、とにかくあの推しに依存するのって現実的にあのコンタクトを取るわけじゃないんだから、あの無害なのよ。現実的にコンタクトを取れる人、身近な人に依存するのって本当に良くないからね。そこに愛はないからね。で、依存心が強い人っていうのは依存心をやめよう、自立しようなんてことをすぐにできないから、できると思ってるやん。そもそも依存、今の段階まで依存してない、自立してない時点で精神的に、経済的にも、自立してない時点でちょっと難しいから、ちょっとあの依存先を変えるっていうのは大事よね。で、この人っていつも通りに勇気が出せない人って考えんのよ。何かをやりたい、要は自分の欲望とか衝動とかを一旦抑えんねんな。一旦抑えて考える人だったでしょ。で、それが後悔ですよ。これ付き合ってなかったんじゃないの。なんかそこまで至らなかった。モーシー君は付き合っていて、ワンちゃん結婚する手前ぐらいまでやったけど、そこにひよった。またはいい感じだったけど、まあ別に付き合う付き合わんって私どうでもいいねんけど、まあ、付き合うとこまで至らなかった。まあ世間の感覚ではなんか濃くって付き合ってちゃんとした形を取ってみたいなのがなんか何主流とされてるけど、付き合う付き合わないとか彼氏彼女とかっていう言葉にとらわれすぎですね、世の中って。なんかそこにとらわれると本当はその人のことが好きかどうかわからんくなるよ。で、あの人の後悔なんで、これデスでエンプレスのリバース出してきたのか、もう一枚だけもらいます。太陽、美しい。もうどうしよう、美しい。ねえ、これ不倫っぽかったんじゃないの。なんかすごい理性を感じるから、不倫だから、この相手にね、奥さんもしくは旦那がいたから、そこへなんか進めなかった感じじゃないの。どうしようもなかったっていうノリなんじゃないですか。こう大衆的には、一般的には、多数派的には、まあ健全な選択をしたんじゃないでしょうか。だってこれカップの10にワンドのエースだよ。美しい、本当に。これが後悔でこれができるっていうことは、あの好きになってはいけない人を好きになった、もしくはこの好きだよっていうことを伝えられなかったっていうことでしょ。で、家族になれない人でした、あなたは、っていう感じ。だから絶対に世界は完成しないよね。それリバースするよね。いや、美しいのよ。あの、このタルトカードのワールドだけは、あの、枠がレインボーでもって、この、後ろと同じお花。もうこういうね、こういう粋なとこが好きなんだけど、進めなかったのよ、どっちみち。あの、世界を完成させるとか、あなたとの未来がまず見えなかったし、もう諦めていたの、最初からね。でも、いつも通りに勇気が出せなかったのよ。あ、その理由の一つとして、これ奥さんがいる場合とか、彼女がいる場合、もう一人好きな人ができてん。でも、お前のことも大事。こっちの子のことも好きだから、ちょっと、二股になるけども、いいかな？いいと思うっていうのを言えなかったのよ。両方とも好きな私を、それでも愛してほしい、受け入れてほしいっていうことを言えなかったんじゃないの。だからこそこそ隠すやん、不倫してる人って、バレるのに。
言えばいいのに、そうやって。そこに勇気がないねん。それを言って、はぁ、ありえへん。とか、嫌われるとか、に、喧嘩するとか、喧嘩になるとか、もう関係がめちゃくちゃになると思って、言われへんねん。うん、でもやってることバレたら、めちゃくちゃなんねんけどな。で、その人多分、この人多分不倫に踏み込めてないと思うよ。あ、だからこれか、喧嘩するのが怖かったんか。揉めることから避けていたみたいな、そんなノリじゃないの？多分そうと思う。あ、ちなみに言っとくと、もう普通に当たり前の話だけど、あなたにはちゃんと気持ちはありましたよ。それを伝えているのか伝えていないのかわからないけれども、踏み込めなかったんでしょ？これはなんか明確に出ているけど。奥さんが選んだよ。自分の気持ちを押し殺したよ。いつも通りに勇気が出せずにっていう。あ、今の気持ちが知りたいでしょうね。でしょうね。今？でもこれ知ったところで、この人が決めることやからね。いつも通りに勇気は出せないんだから、この人は。で、逆に、じゃあ、この人が奥さんにもあなたにも、俺両方好きやから、両方好きな俺を認めてちょうだいみたいなことを言ってきて、受け入れれるかどうかは、そこはあなたの問題よね。絶対に嫁とは離婚しない。嫁のことも愛している。でも君のことも好きなんだ。いいかい？お。まあ結構でも不倫するようになって、別に嫁がいると分かっていて不倫してるけど、その相手に嫁には気持ちがないと思っているから OK よ、みたいになってるけど、離婚しないってことは気持ちはありますよ。普通に。これもうね、ペンタクルの3のリバースが出てきてんて、だからクズログインです。あ、沙織の、リーディング初めて見る人、ペンタクルの3は私はもうクズと読んでるので、もう決めてるから、クズログイン。これはクズなんだよな。今の気持ちでクズって出してきたけども、そんななんか宣言されても、私そんなこと聞いてへんねん。ジャスティス、今の気持ち、ジャスティス。やっぱりソードのクイーンがリバース、この人ってもう決断の女王でしょ。排除がすごく得意です。あ、ちなみにキング同様情状酌量なんでないし、賢い選択をすごいするのね。排除いらないものはいらないの、この人って。それがリバースだからなんか決められへんねん。でもジャスティス出してきてね、正義。つまり今も葛藤中、決められへんねん。だから未練たらたらでございますよ。はい、ね、やっぱそう。でもあなたのとこには行けない。戦車リバース、美しい、本当に美しいの。見てこれ、もう本当美しい。で、赤が2枚か。やっぱ生命力が弱ってんねんな。第一チャクラの弱りです。第一チャクラが弱ってるから、いつも通りに勇気を出せない。腹が座ってないねんな。全部腹なのよ、決めるのって。腹をくくるとか言うじゃない、腹決めるとか、肝が座ってるとか、頭じゃないねんな、腹やねん。で、いつも通りに勇気が出せないとか、自分の意思が明確じゃないとか、そういう人って、あと覚悟がないとか、覚悟を決められない人って、本当にチャクラ、第一チャクラがもうダメなのよ。第一チャクラって生命力、性エネルギーのところ。で、プラス、第一チャクラ、めっちゃ強いの、第一チャクラ。マジでもう、鎮座って感じ。もう、肝が座っているとか、そういう問題じゃなくて、肝が鎮座みたいな感じなんやけど、それって、これを自分の持って生まれた性、女性なら女性、男なら男を全受容しているからよ。これです、女は。好奇で優雅で指で強く美しい神聖な奇跡。世の中の人って、女って言ったら、何、子供を産む人、生理来る人とか、男と女は違うだろ。そういう上っ面なことじゃないねんって。もうこの、女ってこういう生き物だという、人間である前に女だっていうことを受容して生きていること。これが、女に生まれた自分で、その自分を愛しているということは、それはもうチャクラを座りまくりよ。私第一チャクラはもう本当に
生命力のとこやから、だからじゃない、死にかけても絶対生きてんの。第一チャクラがなんか私あのいかなる時でも頭が弱っても心が弱っても第一チャクラが弱ることはないです。だって無条件に愛してるから。この DVD を買った人マジで何回も見てください。本当に楽だから、第一チャクラを固めてしまえば。でそっから先はもうなんかこの人さ、こう黄色出してきてるやん、3とかが多いのよ。なんかやっぱり腹が座ってないねんな。つまり覚悟がないねん、根性ないねん。ねこれあなたのところに行けないです。やっぱりだって失いたくないもん、嫁とか家族とか今の現状とかを失いたくない。だからあなたへの後悔で読むと、好きだったけどあの進めなかったといつも通りに勇気が出せず、傷つくことから恐れて、失うことから恐れて、まあ、もう何かを失うって男は恐れるのはしょうがない。1億万歩譲ってね、しょうがないんだけど、いや私はそういうひよった人は嫌ですよ。別に何を失っても、なんか俺なら大丈夫、全て失ったってまたゼロからやっていけるっていう男が好きだから、まあ、いつも通りに。あでもう一段階上がって好きなのは、あの大切なものはどうしたって失わないっていう確信を持ってる男が好きです。私がそうだから、大切なものはどうしたって失いませんぐらいまであの経験値を重ねてきてる人が好きなんだけど、なぜひよったことですよ、あなたへの後悔って。とにかくひよりました。いつも通りに勇気を出せず、傷つくことから恐れました、失うことから恐れました、恐れたこと、そう、あなたにオールインできなかったことですよね。で無駄に正義感とか常識とかがもうすごい囚われてる人やから、まあザ真面目じゃない。一緒にいて楽しかった？なんかこの人がさ面白いさあのボケとかツッコミとかして笑ったことある？ないでしょ。めっちゃ真面目っぽいよ。私やだわ。だってさ、であなたもそれやった？あなたがなんかボケたりツッコんだりした？私自分がボケた時にツッコミがないとかさ、なんか突っ込んだ時にあのボケ返してくれないとかも全然楽しくない、笑い合えない関係絶対嫌だから。面白いなんてさ、ビジュアルと同じぐらい絶対条件なのよ。笑い合ってないでしょ。もうなんか真面目に堅苦しく生きてきましたぜみたいな感じだから、後悔はなんか、うん、自分の真面目さ怖さとかいつも通りに勇気を出せなかったこと。でもここに気づいてる時点でいいんじゃない。結局これもさ、なんかクズログインなんだけど、まあ、いつも通りに勇気は出せないってクズやん。クズログインだけど、結局なんかもう選べなかったっていうことよ。選べないんですよ、どうしたって。で一択にしなきゃダメと思ってるからね。いや俺はどっちも欲しいから、どっちも愛してる俺を愛してほしいっていうことを宣言できなかったわけよ。そう、以上で、あなたへの、あなたが選んだニュービギニングス、ビギンユアニューライフ、もう新しい生活、新しい人生、新しいあり方、新しい生き様にしてくださいということです。もうこれは、しかもすごいあのこう何、ドラゴンすごい元気やん、威勢があるやん、燃えていくやん。あの人生変えるとか自分を変えるっていう時って本当にすごいエネルギーを使うから、そのエネルギー大事よ。かといっても私は今そういうエネルギーがないから、もう楽をして変わりたい、ない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 。もうあなたも新しい人生を歩み始めましょうということです。あのいつも通りに勇気が出せない、イライラしてたくない、だってあなたって、あなた自身がいつも通りに勇気が出せる、傷つくことを恐れない生き様をしていたら、こういう人なんて一遍でもいらんくない？一遍でいらんし、まあいらんのよ、ダッサって思うからっていうのが A の人の後悔。そしてあの依存心もそう、依存してたのもそう、依存させてたっていうことでしょ。この人が依存してたことも後悔って言ってるから、だから今も依存してると思うけどね。
この人ってなんか自分が傷つかないために喧嘩したくないのよ。この平和主義って私めちゃくちゃ平和主義なのよ。平和主義って誰かと喧嘩しないとか誰かと揉めないとかそういうことじゃないのよね。だけどこの人にとっては自分が傷つかないことが平和なのよ。それってすごい多いのよ、そうやって思ってる人って。自分が傷つかないことが平和って、いや浅いでございます。まあなんか連絡があったら、あなたいつも通りに勇気が出せなかっただけでしょ、傷つくことから恐れた臆病者じゃないぐらいに、ちょっとこうなんかたどたどしい日本語もしくはラップ調で言ってみたらいいんじゃない。ひよっているあなたダサいねみたいな感じで、ちょっとノリよく、そういうなんか何もかも失いたくない、そこにひよって勇気が出せない、そこに気づいているのにそれでもやっぱりひよっている未練がましいあなたいらないぐらいな、ちょっとラップ作成してこうもっとノリノリでさ歌ってみたらいいと思うよ。いやそれができるぐらいで、そこに爆笑できるぐらいにさなったらさ人生楽しいと思うよ。つまりあなたもあり方を変えるべき。あ、この人にすがっていたりとか未練がましくしていたところでですよ、この人は人って変えられないからね。だからこの人はあなたのところには来ないです。いつも通りに勇気が出せないのよ。人は魅力でしか縛れないで、私何年も前から言ってるけど、そうなんです。だから束縛なんて全く意味がなくて、魅力で縛るのが一番、魅力でしか縛れないものだから、だから愛してよとか、どうやって好きになってもらえるだろうみたいなことを考えてる暇あったら自分の魅力を磨けばいいんですよ。でもってその魅力がこの男にヒットするかどうかなんてわからないのよ。わからないのでしょ。で何が言いたかったって、この人にとらわれる必要ないじゃない。だっていつも通りに勇気が出せない人がいつも通りに勇気が出せるようになるって本当によっぽどのことがないとないから。恋愛でよっぽど痛いことがないとないけど、この人はいつも通りに勇気を出せず傷つかないようにしてるからよっぽどのことはなかったんですよ。ただ今積んでるからね、人生がね。まあしょうがないんじゃない。だっていつも通りに勇気を出せずに傷つくことから恐れる人って絶対に積むから、人生が。なお積んだんじゃないでしょうか。あなたとの、恋愛をきっかけに、あなたとのことをきっかけに。まあつまり、この積むきっかけを与えたっていう、豊かさを与えたっていうことは自負していいと思いますよ。でその上であなたがどうするかですね。これはあなたがどうするかって、あなたの人生が、あなたの生き様を、あなたの在り方をですよ。この人に対してとかじゃなくてね。ということで、これ名作だったわ。 A は、はい、 BBEBEB、まず何してるのかを気になるでしょうから、ケルト十字で切ります。でこれまた A でも説明したけど、 SNS で現状分かってんねんみたいな人って、もう SNS 全てじゃないからね。 SNS してない人だと分からないでしょ。なので現状をね、ちょっとぜひ見ておきますよ、私が代わりに。私が代わりにって受ける。ほいさ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 、皆さん大好きソードの銃、大好きか分からんけどソードの銃、もうこれそっか、うん、はね、カップのキングですよ。愛情の王様、愛情の王様だけど聞き上手だよね。カップクイーンキングって需要のキングとクイーンだから受け取れるのよ。
だから話も聞けるし、人の思いも受け取れる、受容できるのよ。で、自分のこともそうだよ。で、自分の感情もそう、愛もそう、受け取れるのよ。感情ネグレクト、感情虐待、感情ハラスメントなどはしないんです。感情ハラスメントについては概要欄のノートに貼っています。最新の記事を読んでくださいっていう感じでしたが、今ペンタクルの9リバース、あの潜在意識がもうカップのナイトなんよ。ナイトなんよ。ひよった、ひよったというか、これ感じられなくなってるのかもしれない。こんなにキングだったのに、ナイトに、ナイトに降格して、しかもリバースしてるわけでしょ。これ潜在意識だからね。まあ、間もなく現実に現れますが、自分の思いとかを感じないようにしてるの、の可能性が高いの。現実、現在。まあ、ちょっと待って。現在なんかうまいことやろうと思ってるよ。なんかうまいことやろう。失敗したくない。何か成功させたいとか、何かを生み出したいとかをすごい言ってます。言ってるの、これ。ペンタクルの9、美しいの。リバースしたの。顕在意識。これ単に自信のなさよ。自信のなさとちょっとケチくなってる、与えられなくなってんねんな。なさらそういうのは感じなくなってるから、何が起きたかは分からんけども。で、待って、仕事、まあ、ソードの10、今のステージは終了です。仕事で何かあったでしょ。大失敗してない、大失敗、もしくはまあとにかくあのもうソードが10本突き刺さったぜぐらいな、なんか大きなことがあったんでしょ、これって。でもこれ今急にとかじゃないよ。ずーっと過去からの積み重ね、なお一番しんどいところだから、多分ここにつながる、何か生み出そうとしてるとか。で、これ多分お金だね。お金生み出そうとしてんねんな。これ、あの、この人なんか仕事で大変なんだと思うよ。もしかしたら自分で仕事をしてる人かもしれない。すごい大変な状況なのかもしれない。で、いっぱいいっぱいすぎて、もうあの、愛情がどうとか人のこと構ってる余裕がない状態な可能性もあります。そして、ね、恋愛について見ました。スターリバース、はい、美しいの、このスター、美しいの、このスターってさ、あの珍しくって、映画節制と同じなのよね。あ、持ってるなんか入れ物が違うだけで、夜間の中のなんか混ぜてるじゃん。リバースなのよ。だから夢も希望もないのよ。考えられませんっていうこと。夢とか希望とかそういうことが結構いっぱいいっぱい。これ A も見た方がいいかもしれない。A の人も結構いっぱいいっぱいって、あのいっぱいいっぱいの種類が違うけど、なんか積んでんねん。なんで積んでる男がめっちゃ出てくるんやろうと思うけど。はい。次。あの、あなたへの後悔。後悔。美味しそう。はい。あの、後悔ないとかって出るかもしれないよ。これ結構本当にいっぱいいっぱいだから。恋愛とかも考えられないみたいな感じだからね。放送事故じゃない、ちょっと今黙って必死に出してる、必死に。ちょっとジョインしてもらおう。
あ、思い出した。私 A でさ、あのいつも補足、あのさ、今いつもさ、私さ補足をもらうっていうじゃない。だけどなんかニューワードが思いついたのよ。なんか補足っていう言葉がちょっとなんか違うなと思ってきて。ジョインです。ジョイン、ハングドマン、ジョイン。いや、私さ、自分の動画を見返して思ったけど、めっちゃいいこと言ってね。話めっちゃ飛ぶやん。こう、でも男性って私が言いたいことを理路整然とまとめてくれて、すごいスッとわかりやすく、言語化してくれる、表現してくれる、文章にしてくれるから、それが男性の能力やねんな、と思った。あと、あれよね。やっぱ深い仲になってきますと、いちいち説明したくても、時系列バラバラで伝えても全部が伝わるっていう一行ぐらいで。その関係がもう本当に楽で好き。ナイト、ナイト、ペンタクルのナイト、ジョイン。まあ、ちょっとこれ厳しいよ、ラバーズ、リバース。厳しいですね、これはね。カップの8、あ、飛んだ、綺麗に、ジョインしてくれた。ソードの8、8に8、あら、8はね、エンジェルナンバーで見ると嬉しいんだけど、いや、どれ見ても嬉しいけどな、私、8、あの、エンジェルナンバーはね。これにはね、もう、ちょっともう一発ジョインちょうだい。ちょっと確証が欲しい。あ、放送事故じゃないにゃん。でも私さ、展開しながらめっちゃ喋るくせにさ、最近黙んねん、なんでやろうと思えへん。なぜか、展開しながら考えてんねん。でもそれでも考えるから真面目にやってる。真面目にやってる。もう真面目にやってる。はいね、ロマンスエンジェルさん。いや、なんでかっていうと、言いたいことが、伝えたいことがめっちゃいっぱいあるよね。いっぱいありすぎて、結局は、これ伝えられてなかったっていつも動画見るたびに思うの。まあ、それの繰り返しよね。まあ、これ、あれです。これも。でもって、ルナルマンカードで後悔が、魚で出してきたよね。魚で出してきたから、ちょっとこの人なんかもう、のどっちらかり気味。カップ78出してんねんな、この人な。後悔って、まず一つ、あなたに対する後悔って、まず動けないですよ。これ多分なって言いかけて今。多分、後悔っていうか、今もそうだよ。今も動けないっていうことを伝えたら、Now もそう。Now も動けない。なんか感情的に、物理的にも感情的にも、なんか精神的にも動けないんだよね。動けないのよ。なんかすごい自分で自分を、現実を受け入れているが、しかし、思考では受け入れてるけど、思考では受け入れられてないっていう、もうこのぐちゃぐちゃな状態なんよ。わかるかな？つまり現実が直視できないの。直視しなければと思いながら直視できない状態。これね、分かった。後悔というよりも状況をすごい伝えてきてる。これ連絡取ってないよね。連絡取ってないのは自分の状況を伝えようとしてるから後悔って聞いてるのに、つまり聞いて聞いて聞いてですよ。聞いて聞いて聞いて、バブーミー、
バブミーみたいな可愛い感じじゃないけど、結構マジに積んでるから、この人にとって多分仕事ってめちゃくちゃ大事なものだったと思うよ。が今しんどいから、なんか聞いて聞いて慰めてよしよししてみたいなのをすごい感じるのよ。後悔というよりも後悔、うん。あともう一個、なんつうか仕事がうまくいってない時って特に男の人って自信がなくなっていくやん。でそこででも目標とかなんかがある人って、いやこんなとこで自信なくしてる場合じゃない、奮い立たせて頑張れる人と、あそれこそ YouTuber でほら100万人を目指してるとかっていう人って、どんだけしんどくても頑張れるやん。目標があるし、人によってだと思うけど、好きだからとかファンのためにとか自分のやりたいことがあるからとか、でもすっごい睡眠時間短くっても頑張れる人たくさんいるでしょ。ヒカキンすごいのよ。今あんな1000万人登録者とかがいても、めっちゃユンケルとかもう鬼のように飲むんやって。でほらマスコミがうるさいじゃない。だからいつとにかくどこにいても見られていると思って生きているんだって。ですごいしんどいやん。そんなん好きに寝れない、好きなことができない、好きなことをしていても、正しきことをしていても見られていると思って生きていなきゃいけないって、私はできないのね。でもそれをやってるってことは、それを上回る好きがあるからか、もしくは使命感とか正義感とかだと思うの。あの域まで行くと、そのヒカキンが何かをすることな、する何か世間のバカどもが叩くようなことをすることによって、YouTube、YouTuber はやっぱりって言われるからとかっていう、なんかもうドン的な、なんか義務感とかもあると思うのよ。あと優しさとか愛情とかもね、YouTuber の皆さんに。ね、何が言いたかったっけ？あれ、飛んじゃった。で、その仕事を大事に生きてる人って、そういうので立ち上がれる人もいれば、もうダメだ。ダメだって諦める日和る人もいるわけですよ。日和ってるんじゃないでしょうか。この人今お金のことをなんか心配してないですか。とにかくこのラバーズもなんかその恋が終わるとかそういう意味じゃなくて、だってこのラバーズって本来の意味って、みんなさラバーズが出たらもう愛してるとかそういう風にリーディングするけど、これって決めるカードだからね、決断だからね、決断と覚悟とか意志とかそういうことで私は読むので、特にこのタロットカードって俯瞰して見てる人がいるでしょ。額縁の2人をね、それがリバースしてるから、なんていうかこのお金に対しても、お金と人間関係で支配とかコントロールをしてる人って、お金にも支配されてるし、お金を支配してたりとか、お金と対等じゃないのよ。人と対等じゃない人ってお金と対等じゃないし、お金を愛していないのよね。いや、ケチるとかがめついとかってそういうことよ。あとお金の不安を抱える人って、お金を敵にしてんのよね。でもだからその状態まさに。なんかお金にはなんか愛されないみたいな、なんか感じになっているんですよ、この人は。なんかそれをね伝えたいっていう感じ。なんかだからあなたへの後悔ってはっきり言って、これないというか、そんな後悔とかも考えられない状態ね。考えられない。だってこれ魚、豊かさのカードなのよ。豊かさのカードを出してきてんのよ。で、魚が後悔って、後悔で出してくるってちょっとマジで本当違うのよ。寂しそうだし、でもまだなんか諦めてはいない。何か模索してるね。なんか仕事、これ仕事のことだろうね。仕事のこととかお金のこととかを模索している。で、あと紫が多いじゃない。紫、これ第7チャクラのことを言ってるので、このタロットカードは、ちょっと待ってよ。
赤3つ、赤も3枚出してきてるの。赤第一チャクラなのよ。生命的なところ、生命力、あの生命力については、こう性エネルギーであり、自分が生まれてきた性、男とか女とかね、男と同じかおらんけど、あのそれを受容できてるかどうかで腹のくくり方が違うねんけども、それについてちょっとあの A で説明してるから、ちょっと A で見てほしいんですが、ハイエレファントリバースを出してきてんねん、このソードの8、カップの8のリバースに続き、ここもリバースさせて、出してきてんねんけど、この人混乱してんねんな。ただ頑張ってきたんだという自負はめちゃくちゃあんねん。頑張ってきたのにうまくいかないっていう沼に入ってんねん、マジで。だからそう、分かった分かった。現実を、あの、分かりやすく説明します。現実を見てるけども、現実を見てないっていうのは、俺は頑張ってきたのに、なんでこんなにうまくいかないんだっていう思いが強いのよ。しかしながら、頑張ってきたって、うまくいかないっていう事実があるわけだから、そこを頑張ったのにって、そこにフォーカスしとってもしょうがないね。今、仕事で相当しんどいんだから、その頑張りに、頑張りが報われてなかった、もしくは頑張り方を間違えていた、努力を間違えていたっていうことを、あの、認めなければならないんじゃないでしょうか。ただし、ここであの、気づかなければならないのは、これ見てる人みんなそうやと思うけども、あの、頑張ってきたことが報われなかったとしても、なんなら失敗に終わったりしんどい結果になっていたとしても、その経験だけは、経験は失わないから、その経験の生かし方よね。生かし方が大事っていうこと。だから全然努力が報われなかった。こんなに頑張ったのにこうやったとか、こんなに頑張っても私は変われない。こんなに頑張っても夫婦仲がうまくいかないって言ってるけど、それ方法間違えてるだけやねんな。その、こうしたかった、何のために頑張ったか多分明確にできてなかったと思うのよ。つまりあの、見えてなかったんじゃないでしょうか。分かりやすく言うと、受験でさ、めっちゃ頑張ったのに落ちたって言って、いや、そこで人生終了みたいにならないでしょ。もう人生積んだ、終わったってならんくない？なってんのよ。なってる感じ。なんか大人になったらなんかそういうのなるくない？恋愛も特に。なんか私はめっちゃ努力したのにとか、夫婦関係も私はすごい譲ったのにとか、我慢してきたのにうまくいかなかったって言うけど、その我慢がいらんかったんじゃねっていう話。でも必要な我慢もあるのよ。ああ、男女関係ではいらんと思うし、私の人生に我慢って、あのね、必要な我慢って、その人にとっては別に我慢じゃなくて、自分が絶対に成し遂げたいこととか、大好きなこととか、愛することのためにこらえてきたこと。こらえると我慢は違うからね。それは大事。そこをこらえることによって、こらえる必要があったわけだから、それって我慢にならないから、ストレスにもならないの。私が言ってるのは、まあストレスになるか、私が言ってる我慢って、もう腹の中ではこうやって思いながらも我慢して、だから汚い下心とか、なんか汚いがめつさとか、損得持ってる我慢は良くないよね。っていうか、我慢を我慢と感じている状態が良くない。ということで、この人が伝えたいことって、なんかそういうことなのよ。こんなに頑張ったに、なのにとか、ちょっとあなたへの気持ちを見てみようか。これでもね、出ないかもしれないよ。こんだけなんか、今が大変だということを伝えたいので、何しろ。だから多分、あなたも結構寂しい思いをしてきたんだと思うよ。だって、この状態だから、ナウがこんな感じだから。それなんか、ま、なんつうかな。分かりやすい言葉で表現すると、構ってもらえなかったとかじゃない。ほったらかしの時が多かったとか、会ってても楽しくなかったとか、一緒にいてもね、ずっとネガティブキャンペーンをしていらっしゃったとか、そんな感じじゃないの？
だからなんか親心とか心配心で見てない後悔って。それかもしくは構ってくれなかったとか、うん、とあなたの話を全然聞いてなくて自分のことばっかりだったっていうことにムカついてるパターンもあります。出会った時は良かったのにみたいな、あなたへの気持ち、うん、もうだってあのペンタクルばっかり言うけど、ペンタクルの6リバース、はい、ワンドの4もリバースでしょ。これがね気になんねんな私。あ、やっぱこれあなたの話を聞いてなかった自覚はあるね。全然聞いてなかった。あなたが歩み寄っててもなんかそれに答えれるキャパがなかったのね。カップのキングが消滅した。つまりあなたから言わせたら、出会った時はもうすごい愛情豊かで優しくって心が広かったのに、なんなん変わってしまったみたいな。いいか、オフォーリーディング見た方がいい、見たいぐらい、なんか天罰下れぐらいに思ってるんじゃないの。うん、あなたへの気持ちっても全然対等じゃないし、何も与えられないし、なんかね、あのね、そういうね、恋愛感情とかっていうのは全く出てきてないよ。何も与えられない。別に一緒にいても幸せじゃない。幸せにしてあげられない。そう、喜ばせることもできないみたいな。で、あの、時間も、ね、思いも、お金も何も使えませんです、これ。あの、ちょっとはっきり言うわ、本当に。でもそういうことなんですよ。そうで、それがこの人が余裕がないからもあるけども、余裕がなくったってこういうことを言うってことは結局気持ちって実際ないよ。これそもそも一番しんどい時って支えてほしい、女に支えてほしいとか、女がいてくれるだけでいい、君がいてくれるだけでいい、お前がいてくれるだけでいいよってなるもんだけどね、ならないんですよね。なんか伝えたい、しんどいんですみたいな。つまりあなたがこの良かった時の、もう今過去なのに、この人は今はもういないのに、幻想でこの時の関係に戻ろうとしてそこに執着してない、で復縁を迫ったりなんぞしてないですか、これ。だからこの人からはもうノーっていうことですよ。ノーノーです。だから後悔とかじゃなくて、なんかノーノーなの。これ厳しいけど、でもしょうがないです。あの、これが勘に触るっていう人はしょうがない。その綺麗事のリーディング絶対 100% 保証されてる。どの選択肢を選んでもあなたには気持ちがありますよみたいな、そういうのを見てください。ちなみに勘に触るっていうことは癇癪が起きてるっていうことだから、その時点でね、あの癇癪って怒りじゃないからね。これノートにも書いてるけど、概要欄に貼ってる。あの、癇癪を怒りと勘違いしてるけど、それってあの、特別にしようとか、私の言うことを聞けっていう、あの、トイザラスでひっくり返ってこのおもちゃ買えやって、あの、ギャンギャン泣いてるガキと同じやからね。そう、勘に触るわとかっていう人って、普通に多分、ただ癇癪を起こしてるだけで、別に怒りじゃないのよ。つまり、この、私のリーディングを聞いて勘に触ってる人、感じ触ってるも大体おばはんやわ。モテへん。全然モテへん。モテないのにも、かかわらず、この魂の入れ物である肉体を磨こうともしない汚いおばはん。そやろお前誰がお前のこと好きになんねん。みたいな人が感じ触ってると思うねんけども、自覚のないね。いや、そうやな。ってあの、肉体を磨くとか、美しくいるとか、美しくあり続けるとか、そういうことをサボっておいて愛しなさいよみたいなの、本当は厚かましいわっていうことに気づいてないわけじゃない。なんか癇癪起こしてんねん。怒ってるんじゃないねん、癇癪よ。だから私に対して、でもどのリーディング YouTuber に対してもだけど、私の思う通りのこと答えを出しなさいよみたいな、私が気持ちよくなるリーディングをしなさいよって言ってるだけ。お前がやれやって私は思いますよ。ブツ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 文句書いてる人もおるやん。なんかコメント欄開けてる人にさ、
最近リーディング YouTuber 私見てないけどコメント欄閉じる人が明らかに増えてきてんのよ。2年ぐらい前に比べるとね、鬱陶しいやと思うよ普通に。あのこういうの見たって当たらないとかどうせ無理みたいなネガティブキャンペーンしてる人多いからさ。あ、逆にまあまあまあ人それぞれはね、あ、自分だな、自分のあり方だなっていうことに気づいてね、まあ、もうスパッと振り切れたっていう人もいるし、そういうことよりも何よりも触り節が聞けるのが楽しみだっていう人もいるし、あのクズに未練を残しがちな人っていう人のは良かった時のことだけを思い出してんねん。そこの良かった時の関係に執着してんの。その人のことが好きなんじゃないの。もう好きとかもう恋愛感情ってないねん。ただ楽しかった時期に執着してね。なぜか寂しいからなう。刺激がないから、刺激的だったんでしょう。クズの刺激を与えるのが大好きだからね。そこやねん。そこを見失ってんねん。なんで忘れられへんねやろうとか、なんで未練があんねやろうって言うけど、本当にその人自身に未練がありますかって聞いたら9割そうじゃないよ。楽しかった時間とか。だから寂しいから、すぐ他の男に行く人もいるでしょ。私それ悪いと思わないから全然。刺激が欲しいのは、ただなぜ刺激が欲しいのか、なぜその寂しさを、感じるっていうことを避けようとするのかっていうことを直視しといた方がいいよね。直視しなきゃ繰り返しますよね、ワンナイトラブを。とりあえずなんかそこら辺の別に好きでもない男と会って不毛な時間を過ごし、不毛なワンナイトをしてっていうのをやるよね。ずっと変わらずすぐにまた開く女っていう認定されてるから愛されるわけないのよ。当たり前やん、そんな自分が彼女にしたい女をさ、女がさすぐにまた開く女って嫌よ。これちょっと B 厳しめだったから、厳しいこと言ってほしいな、もう忘れたいねんっていう人は C を見てください。あー、ごめん B の人、ここメッセージもらうの忘れたけども、大天使ラファエル先生、やっぱ自分のマインドをヒーリングして癒してだから、で体もそうで、スピリットもそう。これな、じゃあ本当厳しいことを言うけども、本当マジで怠けちゃダメだよ。愛することを、自分の大事にすることとか、自分の人生を怠けてきてるよ B の人は。はい、以上です。 C の人お待たせ。はい、現状ね、今見ましょうね。連絡取っていない人もいるでしょうからね、あの人のね。はいはいはい、結構 B は厳しかったわ。でも言わないと、私綺麗事に変換するとかそういう能力持ち合わせてないねん、ごめんけど。おいさおいさおいさ、あら、です。これなんかさ、最近リーディングさ毎日してるみたいに言ってるけど、毎日はしてないくせに、私なんか積んでる人が多いねんな。一つ前もそうだったでしょ、めちゃくちゃ積んでたやん。まあこれもなんか別に現状良くないねん、この人、離れたあの人の現状の過去から良くないもん。なんかプライドが高い人やったら、プライドが傷つくようなことがあったとか、自信を失うようなことがあったとか、そもそも自信がないとか、自信がないことが、だから劣等感いっぱいの人だった人な可能性非常に高い。男がプライドをむき出しにしてきた時は、そこに触れないようにする。まあ女もそうやで、なんかプライドをむき出しにしてきてマウント取ってくるような女がいたら、あなた今マウント取ったでしょ。マウント取るなら最初に言わせてもらうけど、ちょっとマウントさせてもらっていいかなって言ってもらえないかなみたいな片言の日本語でさ、ちょっと笑っといたらいいねん。
か、もしくはプライド立ててる男、ダセ、ダセってボソというか、何そのプライドみたいな、ボソッと言えばいいんじゃないかなと思います。ぐらいダサいからね。でそれって愛情だよ。だってあの嫌われたくない、嫌われた、嫌われるのが嫌だと思ってる人って絶対言えないでしょ。あなたの人生しんどいのを積んできた原因、あなたが成功してない原因はそのクズのプライドって言えばいい。ナイト、ハンドナイト、今ね何かしようとしてるよこの人。だってあの潜在意識出すってるから、終わってる、終わりにしてる、何か終わりにしたよね。であのナウナウナウ、傷ついてるナウで、太陽、子供、まあこれは子供をすごい PR してきてるからね。あれなんじゃん、この人って繊細よ。あんま劣等感が強い、プライドを傷つけられて、プライドが傷ついたごときですごい傷つく人なのよ。プライドなんて架空のものやからな、幻想やのに、幻想が傷ついたぐらいで傷つく人。実際この人って多分ほんと純粋なのよ。でも繊細間違いやねんな。だからプライドがあるとそうなんねん。無駄にプライドが高いと傷ついたって言うけど、愛が傷ついたとか心が傷ついたとかじゃなくって、プライドが傷ついたで傷ついたって言うてんねん。だからいつもと俺に勇気が出せずに傷つくことか逃げてる人って、結局プライドが傷つくこと、つまり劣等感が刺激されることから逃げてんねんな。でもあのそもそも人生積んでる人の原因ってあの劣等感やからね。劣等感よ。で勇気が出せないのも劣等感から、プライド立てるのも劣等感。劣等感ってほんとダメだと思うよ、人間持ってたら。かといって優越感に浸れってわけじゃないよ。だって優越感を持ってる人って、劣等感って優越感ってシーソーゲーム、いわばエゴとエゴのシーソーゲーム、ミスターチルドレン、名曲よあれ。だからだから劣等感と優越感のシーソーゲームやから、劣等感感じてる人は優越感も感じる、優越感感じる人は劣等感持ってるから、プライドが傷ついてんねんこの人。だから劣等感を刺激されたようなことがあんねん、あるのよ。しかも多分この人一番純粋な部分が今傷ついていますよ。なんで仕事、仕事、ちょっと仕事がなんか投げやりなんよね。投げやり、なんか仕事で集中できてない感じで、恋愛、ワンドのエースがリバースです。恋愛もやる気ない、恋愛もやる気がないの、これ、ここが原因よね全部。でもでも健在意識はワンドないと、これあのただ強がってるだけ、表には強がって見せてるだけよ。潜在意識ではもうこれあの終わってるっていうか、もうこういうの終わりたい、こういう自分嫌だってなってると思う。すごいしんどいんだと思う、もうこのプライドを持ち続けることとか、プライドを保つためになんとかっていうのが、まあ、すっごい疲れてんねん。そう、こんな自分終わりたいと思ってるから、いいことよ今。あ、この人にとってはよ、この人が自分で主観で見てたらしんどいしんどいやけど、客観的に私から見たら、いい傾向やと思うよ。もうこんな自分終わりたい、やめたいって思わなければ人は絶対変わろうとしないから。もうこんな人生嫌、もうこんな自分嫌い、もうこの先もこの人生嫌だって思うか、このままの人生で、このままの自分で死ぬまでこのままの人生は絶対嫌、もっともっといろんな世界を見たい、もっと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 いろんな経験したい、これが叶えたい、こうありたいって強く思わないか、どちらかじゃないと本当に変わろうとしないの人って、まあある程度幸せだし、別になんか食べるものも食べれて人並みの生活はできてるしなぐらいに思ってる状態では絶対人は変わらないからね。もしくは楽して変わりたいぐらいに思うだけ。よし、はい、あなたへの後悔ね、出していきますが、先にルノルマンカードからもらいましょう。これ山だね、
山。ほい、後悔。出たがってるのが一枚。後悔がないっていう場合があるって冒頭にお伝えしましたが、 B がそうでした。ワンドの7、こっちにも出してるやん。ワンドの7をとても伝えたかったんでしょうね。ワンドめっちゃ言うよね、この人ね。ワンド4枚全部ワンドや。ワンドほんまに多いな。まあ、ストレングス、リバース。これなんで私6枚目出したんやろか。あなたへの後悔ね。で、もってロマンスエンジェルさんからも1枚もらいますよ。この C の人への後悔ね。まあ放送事故じゃないね。これってやっぱり劣等感とかそういうことをずっと言ってんねんな。プライドを立てすぎたんじゃないでしょうか。そう、かっこいい自分で入れなかったとか、あとちょっと実力以上のことを見せようとしたとか、あなたに対してね、ちょっと身を張った部分があるんじゃないでしょうかね。いや、なんか気持ち悪い意味はどうかと思うけど、私カッコつけ、ちゃんとカッコつけれる男を好きよ。カッコつけださとかっていう人おるけど、カッコつける男ならと思うのよ。俺はダサいしさ、俺はこうでこうでって弱々しくいるような男嫌じゃない？カッコつけてと思うのよ。カッコつけ続けた人がほんまにカッコいい人になるわけじゃん。ね、私ナルシストの男も好きやもん。いや、ちゃんと伴っているからね。伴っていればね。なんかカッコつけ方が間違った。カッコつけて、カッコつける男の何が好きって、私カッコつけて、そこのカッコつけた自分、カッコつけた姿にちゃんと追いつこうとする人、そうなろうとするから好きなのよ。どんどんいい男になっていくやん。だけどそこに努力が足りなかったんじゃないの？そこの力が及ばなかったみたいなことを言ってる。これあなたに対する後悔って、大きなこと言わなかった、なんかできもしないこと言わなかったですか？とか、自分の今の現状、仕事やる気ないねんとかって、そういうこととかも隠してなかった？なんか強がった感じ、見栄を張った、強がった、できもしないことを言った。ビッグマウス本田圭佑に、あれサッカーワールドカップでさ、本田圭佑のさ、解説見てちょっとなんか感化されて、ちょっと大きいこと言っちゃったみたいな、ブレイキングダウンとかも見て、オーラオーラオーラってなっちゃったみたいな、中二病みたいな感じじゃない？まあ、中二病は、私みんな中二病の要素を持ってるし、中二病を出せるってすっごい無邪気だと思うから、私はすごい好きなのよ。だって無駄に大人ぶってさ、なんか笑いもしないさ、なんかふんって何か、なんか鼻で笑うようなさ、無駄に冷めたクールな大人には私はなりたくないからさ。中二病好きなんだけど、中二病と依存癖、バブミじゃなくてガキミが多いのは違うからね。中二病純度が高いのよ。未熟な大人っていうのはもう純度ゼロ。なんか見栄を張りましたみたいな、できもせえへんことを言った
ていう、あなたに期待をさせるだけさせて、それ成し遂げなかったよねっていう感じなのよ。ちょっとあのログインしてもらう、ログインじゃない、ジョインしてもらう、あのちょっとそれでいいですか。美しい、ちょっと待って、美しいカップのクイーン、美しい、にらんでんねん。カップクイーンってなんか美しい可愛いイメージなのに、なんかにらんでる、にらんでるっていうか、なんか澄ましてるカップのクイーン珍しいでしょ。まあペンタクルのエース、やっぱりそうなの。あの期待をさせたけど、そうならなかったのよ、なれなかったのよ。美しいね、なんかあなたに対してすごいなんか見栄を張ったとか、そういうことでしょ。でちょっとカップのクイーンにちょっと一枚ジョイン欲しい、強烈なジョインでお願いしたいの。もうちょっと分かりやすく伝えてほしいんだけど。あ、カップ、またカップ出てきた、カップ5のリバース。あなたに対して弱みを見せれなかったとか、あなたの気持ちを汲み取れなかった、思いを汲み取れなかった、結局やっぱり期待に応えられなかったっていうことなのよ。もしかしたらこれ不倫で離婚するから待っててって言って、大丈夫大丈夫、余裕余裕みたいな感じで、年末までにはって言って、そこをやっぱり無理だったのかもしれないし、なんというか偽った感じなのよ、あなたに対して。だからあなたが見ていたこの人って本当のこの人じゃないと思うよ。だから自分を生きてなかったんだと思うよこの人。だからもうこんな人生終わりにしたいってなってるんじゃないか。よっぽどあなたの前で自分を繕うのってしんどかったんだと思うよ。あの自分は生きてないのがではない人は別になんかあのそこにしんどさなんて感じないと思うんだけれども、そこになんか見栄を張ったり期待をしたり、できもしないことを言ったりさ、ビッグマウスをしたり、そこをビッグマウス全然いいのよ、達成すれば、有言実行すればね。もしくはそこに対して自分にすごい強い美学とか信念とかがあればいいと思うねんけど、そうじゃなくてなんか軽率に言った気がすんねんな。能力が伴ってないことを分かっていて言った気がすんのよ。だからあなたの思いをなんか、なんつうか無限にした感じ。そう、これちょっと一枚欲しいな。ハイプリエステス強行が出てきた。美しい、この教皇。もうどのタロットカードの中の教皇の中でも一番美しいよね。いや、ちょっと言葉おかしかった。どのタロットカードの教皇より、何の話？とにかく、あ、このタロットカードの教皇が一番美しい。私大丈夫かよ。やっぱり未熟だったっていうことが言いたいのよ、この人。でもって自分で無理だって分かってんねん。ここあの足元悪いでしょ、水とかが、川が流れてて平地じゃないやん。そこでダーツでいうブルとかを狙おうと思っても難しいじゃない。でも難しいって分かっててやってたのよ。だから結構きつかったはずよ、きつかったはず。だからこれもそれ、山もそれ、超えられないことをしてたってこと。あなたに対する後悔っていうか、あなたに対するあの人の後悔があなた絵じゃなくて自分がしたことよね。自分がしたことへの後悔、自戒の念でしょうか。いいんじゃない。だって別にあなたのせいにしてないもん。ただあなたはなんだこいつ口だけかみたいな、ムカついたかもしれないけども、でもなんか
きっかけにはなったんじゃない、もうこんな自分終わりたいって言ってるから。であなたへの気持ちちょっと出してみる。あなたへの気持ちが出るかどうかは分からないよ。あのペンタクルの5ですね。貧乏カードが出して、貧乏カード出してきました。あなたシングルマザー、子供いる。あ、カップの8ね。あ、ソードの10。この人、あれじゃない。あ、ソードの10出してきた。向こうか。向こうかって BBB の人ね。ソードの10のリバースだ。これ、あなたへの気持ちで言うと完全に終わってます。終わってます。気持ちがないとかそういうことじゃなくて、この状態がもうしんどいんだから。やめたいじゃん。で、言えばよくない？言えばいいんだけど、あれは作ってたとか、見え張っててんとか、嫌われないように無理しててんとか、我慢してたとか、言えばいいんだけど言えないのよ。言えないからしんどいのよ。そう。で、言って自分のなんかもう、ザ、俺、弱いとこもあって、この、弱さやん、こんなんだって、見え張ってさ、強がってさ、みたいな。そういうことでしか、恋愛ができない自分、そんな自分も受け入れてほしいんだ、愛してほしいんだっていうことが言えない弱さじゃない？で、言わないんだから弱いのよ。で、まだ言えないのよ。だからあなたといるのはすごいしんどいのよ。別にこれあなたが悪いんじゃなくて、この人の問題だからね。だから今気持ちがないよ。ないけど、ここまでこんななんか期待だけさせてみたいなのって、あなた一緒にいて気づいてたでしょ。気づいてて何も言わなかったの。気づくと思うよ。無理してるでしょって。なんか無理にこうちょっと知ったかしたりさ、あなたとの会話の中で知ったかして分かるみたいな、できる俺みたいなの演じてなかった？そういうのほんまに分かってるんとか、ね、無理せんでいいのにとか、この多分レベルが違ったのよ。あなたの上だったのよ。成熟してたのよ。それをなんか成熟した風にやってたと思うね、この人。これをなんかあなたに合わせるみたいな、なんでそんな無理してんのとかって言ってなかった。あなたがレベルを下げて合わせてたんじゃないの。合わせる価値があった男なんでしょうか。それを考えた方がいいと思います。だから無理しても、無理して必死に成熟しよう、成長しようで、あなたのために、自分のためにだと、私それはもう可愛いと思うけども、ほんでやっぱ無理やったわみたいなノリやから、未熟すぎるわ。で、そうなったのってきっとあなたがレベルを下げてあげたから、もしくは突っ込まんかったからやん。そんななんか無駄にプライド立てんでいいでとか、戦ってるわけやからな、要は。そう、そのなんか大人ぶらんとってとか、できもせんことを口にせんでええでっていうことをちゃんと言わんかった。言ってなかったんじゃないの。私やったら言うもん。言うか、心の中でもうそれが、やっぱこれが明確に分かってしまうから、そういうような発言はフルスイングでするで、姿で見せるしかないからね。いや、それ無視する姿で見せるとかじゃないよ。あ、こういうことを言ったって、マジで何も聞いてもらえないねんなっていうこと。で、俺はずみたいな、俺サブっていうことが分からないと、いや、見え張るのは大事だけども、その見え張って何で、見え張って俺しんどくなったわみたいなのって知らんやんってなるやん。だからこれはこの人の、確実にこの人の問題です。問題、ただあなたがレベルを下げてなかったですかみたいな。でもって明らかに自分よりも、レベルが低いと分かっていてだよ。分かっていて、そこに合わせて付き合うということは、あなたもなんか劣等感が強いんだと思いますよ。
自分よりも成熟したいい男は無理だみたいな。だから結局計算が入ってんね、あなたの恋愛もよ。あら綺麗にですと、あのカップの2が飛んできましたから、そういうことです。今の恋愛観、恋愛の仕方とか恋愛のマインド、つまりあり方だよね、はもうやめた方がいいですよ。女ってそういうこと必要ないもん。好奇で優雅で優美で強く美しい神聖の奇跡です、それが女。なって新しいノートに書いたけど、私愛してよって思わないの。これ何回も言ってます。あの PV も見たら分かるけど、私が愛して言えばそれでいい。愛しっぱなしなのよ。なんでかっていうと、そもそもの根本、愛してよなんてねだらなくったって、媚びなくったって、愛してほしいとか願わなくても求めなくても追いかけなくても、私愛されてるもん、無条件でっていうことが分かってるから、自分がもう今あるものに対して追い求めないでしょ。でしょ、あるものを、あるものを求める。いや、より良いものを求める気持ちは分かるよ。だけどあるものをもっと欲しい、好きなものはもっと欲しいとか分かるよ。そもそも愛されてるって分かってても、愛してよってなる？ならないでしょ。だから愛してほしいって望むっていうことは、現在愛されていないっていうことを自覚しているということ、もしくは愛を受け取れていないっていうことだからね。でもって自分を愛していないからだよ、それは。自分を愛していたら、愛されている愛されてないなんて明確に分かります。でもってそこをコントロールできないっていうことも分かります。だってさ、私もそんなデブでハゲた人にさ、いきなり無条件に愛してよって求められても絶対に無理だからね。無理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 だからね。だから愛してよなんて言ったところで、無理なものは無理、無理よ、無理よって話で、あなたへのメッセージ、アニマルバンド、スタンドアップ for all animals。 え、スタンドアップだって、立ち上がったんだって、あのオールアニマルズが、オールアニマルズがって、どんな説明やろ。ただ私これ言いたいのは、美しいじゃない、レインボーカラーでしょ、レインボーカラー一色じゃないでしょ。あの考え方って一つじゃないのよ。あの多様性を認めるっていう、なんか聞こえのいい言葉をすごい使って、日本人はそれに寄ってるけどね。多様性を認めるということによって、それって、多様性を認めるってさ、ものすごい器が大きくないとできないよ。だってもうノーなものはノーじゃない。多様性を認めるということは、クズも認めましょう。しかもあの、ディスるとか批判とか否定もしないっていうことなのよ。人にはそれぞれ考え方があるからねって思いますか？全員に対して。全員に思える？私思えないよ、政治家とかにも。この人のこの考えあるからねとか、そう思えないですよ。ああ、やっぱ純日本人じゃない人っていうのはやっぱ日本のことが嫌いなんだな、なんだな、ぐらいはわかるけども。もうたくさんのなんか、あなたという人間はたくさんのもので構成されていますよ。が、しかし、この、ここの色って汚いじゃない？私好きじゃないのよ。このなんかヘドロみたいな色で構成するか、この美しい、めっちゃ美しいでしょ？ここで構成するかはもうあなたのあり方次第よっていうことよ。もうこれ説明が、私今説明が今下手。それは自覚してるけど、感覚的に女なら伝わんねんな。で、わからんかったらもう何回も何回も過去のものを聞き直してください。もしくはもうわからんって認めても、何言うてんねやろこの人ぐらいでちょうどいいから。私そんな万人が万人にわかるようなことを言ってないもん。だってわかってる人だらけやったら私これ発信する必要ないもん。だからわかるみたいな知ったから大っ嫌い。なんで嫌いかっていうと、あれだよ。知った顔するって大損でしかないからね。知った顔し続けてきた人生って、多分1億円分、最低1億、2億ぐらいは損してると思うよ。なんかそれを捨ててる感じ。知った顔って。だって私、本当に知った顔嫌いで、私自身がよ。私、あの、付き合いたい、付き合うとか、一緒にいる男の、
絶対条件の一つとして、私が知らないことをたくさん知っていることやね。それを教えてくれる人が好きなのよ。あ、それがあれよ。なんか私が知らないアニメをめっちゃ知ってるとか、歴史を知ってるとか、なんかそういうことを、私が興味のないことを知っているのではなくて、私が知りたいことを、例えば私の知らない、まあ、漫画でもいいですよ、何でもいいですよ。それを知っていて、私が知りたいことに、ちゃんと転用して教えてくれる人。それも、生き様とかあり方とか、とにかく実体験、経験してきたもの、知識を教えてくれる人はいらんねん。知識を教えてくれる人って Google 先生、YouTube たくさんおるのよ。一緒にいる人に限っては、私が教えてほしいことを教えてくれる人が好きなの。学ばせてくれる人が、姿で、実体験で、こういう経験して、こういう風にたどり着いた。え、なんでその思考になったんっていう。そこになった思考が好きなの。つまり、要は私、尊敬できる人じゃないとダメなのよ。ダメなんですよ。っていう、だから、知ったかって、損するよねってこと。そういうことを、あ、この人は私が知らないことを教えてくれる、尊敬できる人だって学べないじゃん。知ったかするってことは、わかるわかるわかるって言うから、すごいな、こういう思考、どうやったら持てるんっていう、尊敬ができないんだもんだって。わかるわかるになるんだもん。お前に何がわかんねん。って思うよ、私。いや、知ったかする人の思考はわかりますよ。パターン一緒だから。そう、私尊敬できない、尊敬したいから、多くの人を。だから2億ぐらい損してるよってことを知ったかしてる人は、尊敬という豊かさ、尊敬すると感謝が湧きます。感謝ちょっとごめん、スカイピース入れちゃった。感謝が湧くんだけど、感謝が湧くきっかけとかも取り壊してるから、豊かさで言うともう本当もう2億どころじゃ済まないんじゃない。で、もう一つ、あなたはもう飛び立つ時ですよということです。はいはい。もう、こうやって、女は生きるといいと思うよ。で、絶対にあなた純粋なのよ。この、なんか、見合って生きて、こう、ビッグマウスがしんどかったっていうことを言ってくる男って、絶対素直だからね。あなたも素直なのよ。多分この、素直さとか純度とか無邪気さ、残ってる。無邪気さの部分で引き合ってんねんな、エネルギーが。エネルギーがね。なんだけども、そこをうまく理解できてなかった、うまく使いこなせてなかった分、成長につなげてあげられなかったのよ。育ててあげられなかった、育めなかったのよ、その関係を。育むことができなかったのよ、その男の、その無邪気さとかを。そう。お互い関係って、パートナーシップって育むものだからね。育むものなのよ。女ならこれはできます。好奇で優雅で、指で強く美しい神聖な奇跡。なんか女のことを、女を知る男って、女は神聖な生き物ってやっぱ思ってんのよ。だから大体のイケてる男、稼いでる男、成功してる男って、女に求めるものって美意識とか清潔感とか一発目に出てくるやん。で、香りって出てくるのよ。な、家事のスキルっていうのは、まあ実家のご飯食べてなくて、外食ばっかりとか、手作りの料理を食べてない人は、家事スキルはすごい渇望する時期もあると思うけども、家事とかなんとかよりも、まず清潔感、美意識、ね、いい香りっていう、だって、神聖な生き物やから、女は。女は神聖な生き物やから、いい香りでしょ。っていう、なんか男の願望というか、まあそうだよね。だって、神聖なところが、いい香りじゃないって、やっぱ、変じゃんっていう、男の本能よ。本能なの。だから女は神聖な生き物だとか、女は奇跡だよなとか、女ってすげえよなって思える人を探した方がいいと思いますよ。その女に対してこの身を張らなければならないとか、そんなんじゃなくて、あとはあれです、強い人って自分の弱さが分かってる人、弱いことを言える人よ。いつもうじうじしてる人はちゃうで。まあ、あれはうじうじキャンペーンやから、もううじうじがデフォルトやから、もうなんか意味わからんけど、その自分の弱さ、弱いとこを受容できる人が強いからね。で、そこが大事なんじゃないでしょうか。ということで、今日もちょっとなんか名作やった。だから今日のは難しかったかもしれないけれども、
これを熟知するってめちゃめちゃ豊かよ。熟知するしようとするってあり方です、あり方。ということで、そうそう、一つ前の動画でお知らせした A の A だけど、お花、お知らせした個人リーディング、または個人セッション、あ、個人コンサル、単発ね、単発ね、は、近いうちに募集するので、ノート、YouTube をお見逃しなく。ということで、じゃあ、バイバーイ。